どうもラウチンです。さあ今日も三国無双8やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日は曹操使っていきたいと思います。まだ一度も使ってないけども、どうなんだろう、攻撃力が若干低め、防御力は高いんだけども攻撃が低めなんだよね。使えるかどうかわかんないけども、とにかくやってみましょう。では行きましょう。どうだろうね今回の曹操は。あ、出は早いね。出が早いから、あ、いいかもしれないぞ。攻撃力は低いけども残属性で全然ボイボイいけるか。あ、でもね攻撃範囲が若干狭い。ああ攻撃範囲がちょっと狭いな。でもそれ以上に機動力があるから結構倒していけるな。機動力あるから、あ、いけるわ、全然大丈夫。攻撃力低めだけども全然やれる。まあ、あとはボスだよね。武将と戦うときにどれぐらい早くいけるか、そこがちょっと気になるところだけども、多分大丈夫だと思うよ。ちょっと周回で試してみましょうか。打ち上げは、おお、悪くない、結構与えれる。攻撃力が低い分手数が結構多いからやれるわ。あ、そうそう、強い。これは結構使っていける。攻撃範囲は短いけども、その分機動力があるから全然戦っていけるキャラですね。これはいけるぞ。面白い、動きがめっちゃ速い。でも技の出が速いっていうのがね、やっぱいいよね。あと19体サポート、はい、倒した。どこだ、いった、お住まいやらせてもらう。炎が発生で敵がこれで結構弱体化してくれるから、うまいこと。いや、ちょっと待て、はい、おい、やる。あ、ちょっと待って、ターゲティングしてない、あれ、ターゲティングしてたと思うんだけど消えたね。退却したっぽい。お、いいよ。どこだ、山賊いた、結構ここいる。この山賊は粘土だけど残属性でワンパンいけるんで大丈夫だね。あと2体この上か。単独倒したらおそらく決戦に持っていけると思うんだけど、どうだ、よっしゃ、強っ。やめだやめ、こんなのよ、全部いった、ナイス。まだか。じゃあこの奥を潰して行けばいいかな。行くぞ。ちょっと待って、同行して。オッケー。あ、決戦だった。ナイス。行く。もはや我らに敵結構早かったね。敵対象の首。でも殲滅速度がかなり速いんで、いい。なんか攻撃力ばっかりにね、ちょっと目が行きがちだったけども、攻撃力じゃなしに攻撃スピード。スピード大事。周回どこ、まあまあいいや、そのまま。おお、カイルがいるの、もうオッケー。あー、周回も一緒にやればよかったけども、
なかったね。ちょっと邪魔だよお前たち。よいし、行け。どっちか行ったよ。まずさ潰したがいいね。カリュウはここのボスだから集会から行こう。よし、いいか。わしが無策だと思うたか。よし、あ、両方2体ともいけてる。我が波動の前に無双かっこいいね。氷属性敵将を打ち取ったり余裕強い。攻撃力は低めだけど手数の多さがピカイチだから、そうそう強いわ。はい、ということで今日はそうそう使ってみました。いや、またねおすすめできるキャラクターが1体増えてしまいましたね。これね、ランキングを作るとしたらちょっと難しくなってくると思います。まあ、とにかく強いのでそうそうおすすめです。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。